農水省機械研究推進課でスマート農業を担当しております太田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ではありますが、資料共有させていただきます。はい、全国にスマート農業を広げる取り組みとして、農水省は農研機構と連携しまして、令和元年度からスマート農業実証プロジェクトを行ってまいりました。この4年間でさまざまな成果が出てきておりますが、さらなるスマート農業の普及のためには、実証して終わりではなく、実証プロジェクトに参加して培われた技術、ノウハウを全国各地に横展開していきたいと思っております。そこで、今年10月にスマート農業推進協議会を設立いたしました。スマート農業推進協議会は、スマート農業に取り組んでいらっしゃる先駆者たちの技術、知見を共有する場として活用していただきたいと考えております。こちらにできた QR コードからご登録いただけますので、スマート農業に取り組みたい方なら、どなたでも広くご登録いただけますので、ぜひこの機会にご登録いただければと思います。さらに協議会に加えまして、会議の中でスマート農業技術の普及実装に積極的にご対応いただける方に、スマートサポートチーム、通称スマサポと呼んでおりますが、こちらにご登録いただきまして、お持ちのスマート農業技術や知見について、協議会ページに掲載していただいております。また、同じホームページ内に問い合わせフォームを設けておりまして、スマート農業技術や実証成果についてご相談できますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。どのような相談ができるかイメージを持っていただけるよう事例をいくつかご紹介させていただきます。例えば、スマート農業に関心はあるけど何から始めればいいんだろうと、こういう導入前のご相談あるかと思うんですけれども、こういったことについてスマート農業実証プロジェクトで実証を行ったような技術について、どのようなスマート農業技術を導入したらよいかアドバイスいたします。また、すでにスマート農機は使ってみたけど思ったような効果が出ない、使い方がよくわからないという方については、どのように運用すればいいかなどのアドバイスを行います。それ以外にもデータは毎日集めているけれども、どういう活用をしたらいいのか、どうやって栽培に生かせばいいのか、こういったことについて悩んでいる方もいらっしゃると思いますので、こういった方々についてはデータに基づいた経営改善方法についてアドバイスをいたします。改めてスマート農業推進協議会やスマサポに興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら、こちらの QR コードから登録、問い合わせのほどよろしくお願いいたします。また、身の回りに農業者の方やスマート農業に興味がある方がいらっしゃいましたら、その方々にも協議会スマサポについてご共有いただければと思います。何か不明な点などございましたらご説明しますので、こちらの番号までお気軽にお問い合わせいただければと思います。その他、実証プロジェクトの成果や参加者の声を動画にまとめたものについてもホームページで公表しておりますので、もし興味を持っていただけましたらご覧いただければと思います。今年度、スマート農業技術活用産地事業という事業で、スマサポがサポートしてもらいたい農家や農業団体などとコンソーシアムを作りまして、実地指導を行うという事業がスタートしました。全国で11のコンソーシアムが動き出しております。すでに午前中の部で実証成果についてご紹介いただきましたが、スマサポとして取り組みを進められている石川県農林総合研究センターの植松様から、この後取り組みの詳細についてもご紹介いただく予定です。また、最後に、令和4年度補正予算案についてご紹介いたします。海外残土の高い農業資材や労働力の削減、自給率の低い作物の生産性向上に必要なスマート農業技術の開発・改良、実証について、昨年と同様に1月上中旬頃に開発・改良は政権支援センターより、実証事業は農研機構より公募する予定でおります。また、合わせまして、家畜排泄物や下水汚泥資源といった国内の資源を有効活用した肥料の生産・利用拡大に向けた技術開発、実証するための事業について、農研機構より公募を行う予定としております。スマート農業も含めまして、ご関心ございましたらご説明いたしますので、各ページの右下に記載のある電話番号までお問い合わせいただければと思います。説明は以上となります。ありがとうございました。